ドイトシタダ、ドイトシタダ、ドイトシタダ、文化八年四月三日、千八百十一年五月二十四日、明治元年十二月三日、千八百六十九年一月十五日、は、越前国王の藩の、第七代藩主。利暴系ドイヤの七代。官位官職は、十五位下、野戸守る。没五十三位を贈られる。第五代藩主、ドイトシギの長男。母は、 岡部町、備えの娘。正室は、戸沢正種の娘。形室は、戸田潮の娘。子は、土井都し三男。子は、金日氏、反省改革、教育制度整備、軍政改革などで、大きな実績を上げ、カラフト開拓を目指すなどスケールの大きい名君と、言われる。父、李義氏が隠居して、養子力に家督を譲った後に、 江戸藩邸で生まれた。陽名は、西北千花。文政元年、1818 18年、8歳で、元服して、年忠を名乗った直後、力が病に伏したため休養死となり、力の没後に家督を相続した。ただし、幼少ということで、19歳まで、江戸藩邸で育った。年忠が初めて王のへに部したのは、文政12年。 1829年7月9日であった。幕末はいずれの藩も同じであったが、大野藩も莫大な財政赤字を抱え、現地研究が恒常的に行われていた。年たは早速翌年に、虎年後国産のご司法と、後年呼ばれる倹約、及び地場産品奨励の命令を出し、現在でいう保護貿易政策を取った。続いて、天保3年。 1832年5月に、寮内のメンタニ鉱山を反直営に切り替えた。ただし、これらの政策はすぐには、効果が発揮されず、反財政のみならず、反市一般の急迫も、改善のめどが立たなかった。天保13年、1842年4月27日、年ただ自筆をもって、講師の例を発布した。その内容は、というもので、 木内書院に集められてこの礼への読み上げを聞いた、家臣一同は感涙に無線だという。その後、利忠は国元にいる時も江戸に参勤している時も、自筆の命令により改革を進めていくこととなる。続いて利忠は、人材の投与を行い、内山七郎衛門、良久と内山隆沙義隆の兄弟を抜擢した。兄の良久は勝手か大公奉行となって、 財政の総責任者となり、弟の竜佐は、教育や、軍政の方面で、大いに活躍することとなる。財政再建で威力を発揮したのは、直営となった、メンタニ鉱山であった。年間十万巻の銅を算出したと言われている。天保十四年、1843年7月、年市忠は学問書創設を命じ、名林館と名付けられて、高下元年。 1844年4月に開校した。学問は、趣旨学を柱としたが、他の学派の議論も認め、また、医学の修行も取り入れるなど工夫を凝らした。後には、蘭学も取り入れて、洋学館を設立し、大阪の敵塾塾等を務めた、伊藤新三を招いた講義も行うなど力を入れた、ため、全国から生徒が集まるようになった。年は、の群に、 高島流法術を導入し、校下2年、1845年3月に大砲一門を鋳造させ、早打ち長連などを盛んにやらせたためこれも評判となり、他藩からの入門希望が多数寄せられるようになった。永6年、1853年のペリー来航後は、内山流佐を軍師に任命し、旧想から重砲へと、洋式軍隊への転換を図った。 また、内山竜佐に大砲の鋳造を明治完成させた。安政元年、1854年3月に大掛かりな様式訓練を行い、諸藩の評判となった。勝手方一行奉行の内山良久は、大野藩の地場産品を藩直営商店を通じて売り出すことを考案し、安政二年、1855年5月に大阪大野屋を開業した。以降、 函館、岐阜、名古屋、越前各地などに大野屋を開いた。商品取引の他に金融業もこなしていたという。安政2年、1855年、幕府は、ロシアの南下政策に危機感を強め、全国の藩に北方警備のため、江戸地開拓の募集を行った。内山隆佐は、都市多大化反論をまとめて応募し、自ら探検調査団を率いて、 お島半島を調査した。江戸地開拓は結局、大野藩へは加盟されなかったが、大野藩は諦めずに今度は、北江戸地、柄拓と開拓の許可を求めた。安政五年、1858年、幕府は年忠だに、北江戸地に篠浦の,の警護と開拓を命じた。大野藩巡領、後ろ場所である。これには、船が必要ということで、建造したのが、藩船大野丸であった。 大野丸は、長さ23メートル、幅7メートル、日本マストの小舟で、この年7月に浸水し、鶴ヶ湾を拠点として、北方貿易及び、警備兵運送に従事した。ただし、北へ土地開拓は、北緯50度まで行ったものの、予想に反して利益が出ず、開拓は行き詰まった。幕府は年ただに対し、北へ土地を、大野藩量に順ずるものとし、 大野藩の江戸城内御用を免じるなどの方策を講じて転助した。幕府は期待ぞっちの警護をそれほど重視していたのである。しかし、源氏元年、1864年、内山隆佐の首と大野丸の遭難沈没がなって開拓は頓挫し、明治元年、1868年に、大野藩は明治新政府にカラフトを返上し、開拓に終止符を打った。 文久2年、1862年、年下田は病気を理由に隠居し、15歳の三男、ステジロが、リヒサ氏と改名して、家督を相続した。反省改革は軌道に乗り、借金まみれだった財政は、黒字化を達成していた。反抗名林間は名校として、天下に響き、様式軍隊が整備され、カラフトまで順藩領になった。何よりも藩内が、活性化され、 藩主たちの活気が蘇ったことが最大の成果といえる。天保13年の孔子の礼以来、王の藩自体をもう一度やり直す、さらに始める、という気概で取り組んできた改革は見事に実を結んだ。年ただは明治元年、1868年に没した。去年58。明治15年、1882年、旧藩主たちの手により、 大野城府元に、年忠を祀った神社、柳の社が建立された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。